本にはおよそ数十万を超える事故物件が存在すると言われています。しかしその中には。こんにちは、うけつと申します。今日は知人から聞いた少し不思議な話をご紹介します。今から5年前、赤倉雄一さんという会社員の男性が中古の家を購入しました。その家は群馬県東吾妻町の山間部に立つ平屋建ての一軒家でした。これがその家の間取り図です。やや小ぶりではありますが、一人暮らしの雄一さんにとっては十分かつ理想的な広さでした。何よりリビングのガラス戸から一望できる緑の風景を彼は痛く気に入っていました。水彩画が趣味の雄一さんはこの部屋をアトリエとして使おうと決めていたそうです。全てが好条件に思えたこの家ですが、実際に住み始めてみると一箇所だけ不便な点があることに気がつきました。それは玄関の横にある物置部屋。雄一さんはこの部屋に工具や車の整備用品を置いていたのですが、入り口が奥まった場所にあるため外へ持ち出すときに手間がかかるのです。玄関の近くに入り口があれば便利なのに、彼はたびたびそう思っていました。とはいえそんな小さな不満に目をつむれば至って住み心地のいい家でした。ところがこの家に越してきて数週間が経った頃、雄一さんの身に異変が起こりました。奇妙な夢を見るようになったのです。その夢の内容を雄一さん自ら書き記したノートをお借りしました。8月12日、変な夢を見た。中畳くらいのだだっ広い和室に立っていた。部屋には窓があった。どんよりした曇り空と山肌が見えた。いつの間にか部屋の隅に子供が座っていた。小学校低学年くらいの痩せた男の子だった。顔はよく見えないが、 T シャツには知らないキャラクターのイラストがプリントされていた。男の子が突然自分の首元に両手を持っていった。そして爪で首をゴリゴリかきむしり始めた。ゆっくりえぐるように何度も。痛そうな耳すばれが何本もできていく。見たくない、逃げ出したい、でもどうしても目をそらすことができない。雄一さんはもともとあまり夢を見る体質ではなく、見ても翌朝には忘れてしまうことがほとんどでした。ところがその日の夢は情景、匂い、肌に感じる空気に至るまであまりにも鮮明に全身にこびりついていたそうです。なんとなく嫌な気分で寝室を出た雄一さんは、気持ちを落ち着かせるためお気に入りのリビングのソファーに腰を下ろしました。その時目の前に広がる風景がどことなく夢に出てきた窓の外の景色に似ているような気がしたそうです。彼は不意にいわくつき物件という言葉を思い出しましたが、すぐに頭の中で打ち消しました。そんなはずはない。十畳間どころか、この家に和室なんてないじゃないか。環境が変わったせいで疲れているから変な夢を見たんだ。彼はそう思うことにしました。しかし、奇妙な夢はその日から毎日続きました。8月13日、また夢を見た。昨日と同じ十畳間にいた。部屋の隅に男の子がいる。首が汚くただれている。その首にまた両手を持っていく。やめてくれ、叫びたい。でも声が出ない。8月14日、また十畳間の夢。男の子はまだ首をかきむしっている。首全体に斑点のようなかさぶたができてる。爪がそれを引っかく。かさぶたが取れて血が流れ出す。見たくない。でも目を離せない。そして次の夜、雄一さんの夢に異変が起こりました。8月15日。部屋に男の子がいなかった。なぜかすごく不安。またこの日の日記には少し気になる記述がありました。部屋を眺めていて気がついた。視界が低い。そういえば夢の中の自分背が低い気がする。子供の身長に戻っている。夢はその後も続きました。次の日からまた男の子が現れ、彼の首は日に日に赤黒く変色していきました。雄一さんはだんだん自分は心の病気なんじゃないかと疑うようになります。悪夢を繰り返し見るのはうつ病の兆候という話を聞いたことがあったからです。雄一さんはある時精神科にかかりました。その時
医師は彼にこんな話をしました。夢とは脳に蓄積された記憶の断片が結びついたもの。だから見たことない景色や知らない情報が夢に出てくることはない。悪夢は多くの場合、過去に経験した辛い記憶が原因になっている。これを聞いたとき、雄一さんはいまいち釈然としませんでした。というのも、夢に出てくる十条の和室も、首を引っかく男の子も、また男の子が着ている T シャツのキャラクターさえも、彼の記憶にはなかったからです。なぜ見たことのない景色が毎晩夢に出てくるのか、あれは本当に自分の記憶なのか。その夜、やはり雄一さんは中条間に立っていました。男の子がいなかった。あの部屋に一人でいるとどうしようもなく不安。いないはずの男の子を探すように部屋中を見回す。初めて気づいた。四方の壁、すべてに一枚ずつ窓がついている。どの窓からも外が見える。つまりあの部屋は家の中の一室ではなく、それ自体が独立した一軒の建物。翌朝目覚めると、雄一さんはひどいめまいがしてしばらく起き上がることができなかったそうです。ぐるぐると回る天井を眺めながら、彼はなぜか子供の頃のことを思い出しました。なんであんなことを思い出したんだろう。小学校の頃、日曜の朝、冷蔵庫から食べかけのチーズを取り出した。銀紙を開けるとチーズの角にカビが生えていた。その部分を指でむしり取ってゴミ箱に捨てた。残った部分を食べようとしたら母さんにすごく怒られた。母さんは確かこんなことを言っていた。今の今まで忘れていた何でもない記憶、なぜ今こんなことを思い出したのか。それから20分ほど経ち、雄一さんはようやくベッドから起き上がり、よろよろと寝室を出ました。真向かいの物置部屋には扉がありません。なので雄一さんは毎朝必然的に物置部屋の中を見ることになります。小さな窓から差し込む朝の光、この窓かなり高いところについているため、脚立などに登らなければ開閉できないのですが、雄一さんは特に不便には感じていませんでした。物置に風通しは必要ない。そもそも採光のためだけに取り付けられた窓なんだろう。彼はそう解釈していました。しかしよく考えたらおかしくはないか。採光だけが目的なら開閉できない固定窓でもいいじゃないか。なぜあんな手の届かない場所に開閉式の窓をつけたのか。一度考え出すといろいろな疑問が湧いてきます。そもそもなぜこの物置には扉がないのか。なぜ入り口が奥まった場所にあるのか。そういえばこの部屋だけ他の部屋と壁紙の材質が違うことも気になっていました。雄一さんの脳裏に一つの憶測が浮かびます。この部屋にはかつて何かがあった。それを取り壊して物置にしたのではないか。例えば入り口からまっすぐ上に続く段差、踊り場にはちょうど顔の高さに窓がある。そしてさらに上へ。雄一さんはハッとします。なぜ夢の中の自分は身長が低いのか。あれは階段の途中に立っているからではないのか。そしてそこから見る十条間、あれは2階なのではないか。リフォームには減築というものがあります。増築の逆、すなわちすでにある部屋を解体する作業です。この家はかつて2階建てだった。しかし減築工事によって2階の部屋は取り除かれた。なぜ。その部屋で何かがあったから。日本には数十万を超える事故物件が存在すると言われています。その多くは専門業者によって徹底的に痕跡を消され、再び賃貸として利用されます。部屋そのものが解体される例はほとんどありません。しかしもしもその痕跡が消せないほど深刻なものだったら。だから問題のある部屋ごと消し去ってしまったとでも言うのでしょうか。まるでカビたチーズの角を指でむしり取るように。母さんは確かこんなことを言っていた。カビっていうのは一回生えると全部に根っこを生やすんだから、そのチーズも見えてないだけでカビだらけなんだよ。そうだ、だからこの家にもまだ床に、壁に、柱に、天井に過去の根が張り巡らされている。あの夢は
この家が見ていた記憶なんじゃないか。その夜、雄一さんはやはり十条間にいました。男の子はいませんでした。なぜ男の子がいないとこんなに不安になるのか、その理由がぼんやりと理解できたそうです。この部屋にいないということは、別の部屋にいるんじゃないか。どうして今まで男の子から目が離せなかったのか。自分は無意識のうちに彼を監視していたんじゃないか。もし一瞬でも目を離せば。2階の部屋を抜け出した男の子は階段を下り、1階に降り、そして最初に行き着く部屋。その部屋は、これはある家の間取り図です。あなたにはこの家の異常さがわかりますか？雨月原案、やや出演のドラマ、何かおかしいシーズン2。8月12日21時よりテレビ東京ドラマチャンネルにて先行配信が開始されます。もしよろしければご覧ください。